耳から学ぶヨガナンダ氏の教え 9-2 神の無限の力による癒し2危機物語。体内の毒素を排出する。体の4分の3は水分でできています。ですから体にとっては水分の方が食物よりも重要です。実際、飢えで死ぬよりも喉の渇きで死ぬ方が苦痛です。体には多量の水分を補給する必要があります。甘みを加えない果物ジュースも有効です。ことに水のカルシウム濃度が動脈硬化の危険性を生じるほど高い地方では、水の代わりに果汁やスイカ、メロンのような水分の多い果物を摂るべきです。ただし、研究家の中には蓄膿症の人は柑橘類のジュースは飲まない方が良いという人もいます。体内の毒素を洗い流すために多量の水分を摂るよう心がけなさい。と言っても炭酸飲料の類ではありません。しかし食事中に多量の飲み物を摂ることは消化を妨げるので避けるべきです。食べ物をよく噛まずに流し込む人がいますが、でんぷんは口の中である程度消化しておかないと胃の中で十分に消化されません。口でよく噛むことが大切です。胃には歯がありません。早食いもいけません。ことに多量の飲み物を一緒に摂ると胃液が薄められて一層消化を妨げます。また食べ物と一緒に飲み物を摂ると肥満になります。血液の流れを健康に保つことは大切です。牛肉や豚肉は血液の中に毒素やばい菌を持ち込むことがあります。白血球はばい菌を破壊するために働いていますが、もしばい菌の力が強くて白血球の抵抗力を上回ると毒性の反応が生じます。魚や鶏肉や羊肉、マトンは酸性の強い牛肉や豚肉に比べるとかなりマシです。食事に関して最も戒めなければならないことは暴飲暴食です。誰でも自分を制御できるようになれば健康になれるのですが、自分の好きな食べ物を見るとつい我慢ができなくなります。体に悪いと知っていても感覚に食べろ食べろとけしかけられるからです。しかしもしあなたが自分の悪臭を断とうと決心するならば、次第に有害なものが嫌いになり、有益なものが好きになるでしょう。貪欲な人は満腹になってもなお食べようとします。彼らはすでに何十年も働き通しに働いてきた心臓ポンプに、さらに食べ過ぎによる重労働まで課しているのです。また多くの人が無分別にも夜遅くなってから食べています。そして大抵食べた後すぐに寝るため、内臓の働きが緩慢になり、食べたものは消化されずに胃の中に残ります。ですから就寝前に食べることは避けるべきです。酒ほど体にも心にも有害なものはありません。酒に酔うと正気ではできないようなハレンチな行為も平気でするようになります。酒の力は暴力、貪欲、性欲、金銭欲を煽り、人殺しまでさせます。幸福をもたらすものは酒と金とセックスだなどという誤った思い込みは、人間が自己の本質を悟るためにまず克服しなければならない妄想であると聖賢たちは教えています。酒は人の金銭欲や性欲を煽り立てるため、それら3つの中でも最も悪質です。酒は不必要であるばかりでなく、理性をも失わせるため極めて危険です。理性を失った酔っ払いはもはや人間とは言えません。欲望を正常な範囲に抑制するのが理性です。病気に対する自然の抵抗力を強める。断食は自然の知恵による治療法です。動物も未開人も病気になると何も食べません。食物の補給を断つことによって体内の器官に
浄化と必要な休息を与えるのです。大概の病気は適切な断食によって治すことができます。心臓の弱い人は別として短い断食を定期的に行うことは優れた健康法であるとヨギたちは勧めています。また適当な薬草やその抽出物を服用することも体の健康に良いとされています。薬は使用しても効かなかったり、逆に強すぎて病気を治す代わりに体の組織を痛めてしまうことがあります。同様に治療用の放射線の中にも体の組織を焼いてしまうものがあります。このように物質的治療には多くの限界があります。薬よりも優れているのが太陽光線です。太陽光線には素晴らしい治療力があります。私は毎日10分間の日光浴を勧めます。たまに長時間の日光浴をするよりもたとえ10分でも他の健康法とともに毎日行う習慣をつけると、体はいつも十分な生命エネルギーに満たされてどんなばい菌も破壊してしまいます。健康な人は病気に対する自然の抵抗力を持っています。特に感染症に対してはそうです。病気は悪い食べ物や食べ過ぎによって血液の抵抗力が衰えたり、過度のセックスによって活力が枯渇したときかかりやすくなります。体は活力を蓄えておくことによって全ての細胞に生命エネルギーを補給することができ、それによって病気に対する十分な抵抗力も維持できるのです。過度のセックスは体力を衰えさせ病気にかかりやすくさせます。寿命は伸ばすことができる。普通老人よりも若い人の方が病気に打ち勝つ力を持っています。ただしカルマにより常に例外はあります。今日1947年時点の人間の平均寿命は約60年ですが、この寿命は日常生活に気をつけさえすれば容易に伸ばすことができると多くの医師たちは言っています。マハーバター・ババジもその他偉大な大師たちも数百年生きています。寿命はいくらでも伸ばすことができるかもしれませんが、それは神の無限の力を導入することによって可能になるのです。食物や薬や運動や日光浴などのような限られた効力しかない手段ではそうはいきません。我々は体のことばかりでなく神のことも考えるべきです。神との合一によって内的に完全になれば体も完全になります。多くの人たちが体の健康のことばかり心配して心を訓練することを忘れています。あらゆる能力の鍵は自分の心にあります。この心の力を掘り起こすことを忘れていると、重病に侵された時いくら若くても何の抵抗もできずに死ななければなりません。微笑みの力。常に活力を蓄え、バランスの取れた食事をとり、微笑みを絶やさず幸福でいなさい。内なる喜びを見出した人は自分の体に食べ物によってではなく神によって生命エネルギーが補給されているのがわかります。どうしても微笑むことができないときは鏡の前へ行って指で無理に口を引っ張ってでも微笑ませなさい。微笑みはそれほど大切です。私が先ほど述べたバランスの取れた食事や薬草、断食などによる体内器官の浄化を通しての治療効果には限度がありますが、内なる喜びを知った人は神の無限の力に助けを求めることができます。ただしこの内なる喜びとは心の底から自然に湧いてくる喜びのことで、自分で無理に想像したり上辺だけ真似た喜びではありません。あなたの内なる喜びが本物であれば、あなたは微笑みの百万長者です。本物の微笑みは体内のすべての細胞に宇宙エネルギープラーナを浸透させます。幸福感は万能の生命エネルギーを多量に体内に導入するため、幸福な人ほど病気にかかりにくくなります。
治療についてはまだお話ししたい問題がたくさんありますが、一番大事なことは無限の心の力をもっともっと活用しなければならないということです。病気から身を守るための原則は自己制御、運動、適正な食事、過重を多く取ること、時々断食をすること、それと心からの微笑みを絶やさないことです。この心からの微笑みは瞑想によって得られる内なる喜びから湧いてきます。あなたはそこに神の無限の力を見ます。そのような神の至福の中にあるとき、あなたは意識的に神の癒しの力を自分の体内に導入しているのです。永遠の癒しは神から来る。心の力は神の全能のエネルギーを引き出します。それが体を癒すのです。そのエネルギーを導入する具体的方法が瞑想による神との霊交です。あなたが神との合一を果たしたとき、癒しは永遠のものとなります。神の癒しの力が働くとき、その効果は即座に現れます。癒しを完了するのに時間は必要としません。多くの人たちは神に癒しを求めても少しばかり試みてその効果が現れないとすぐに信仰心を失い、あくまでも神の助けを求めようという決意に欠けています。神の力にすがって離れない人は必ず癒されます。このような信仰者には神は答えずにはいられないからです。これに対してすぐに諦めてしまう人にはこうおっしゃいます。よろしい、お前が私を必要としないなら必要とする時まで待とうと。神の力を呼び起こすには普段の信仰心と祈り続けることが必要です。適切な食事やその他の健康法も大切ですが、何よりも神にこう祈り続けることを忘れてはなりません。主よ、あなたは医師や薬の手の届かない命の原始や体の微妙な条件を支配するお方です。あなたなら私を治すことができますと。薬や断食などの外的手段は肉体にある程度の治療効果をもたらすだけで、細胞を支えている内的力にまでは作用しません。肉体細胞の原始に直接生命エネルギーを送り込むことができるのは神の癒しの力だけです。あなたはそれを神に求めることによって引き出すことができるのです。しかもそれによって病気を即座に治すこともできるのです。あなたはもっと神に頼ろうとは思いませんか？しかし物質的手段への依存から霊的手段への依存に切り替えるには徐々に行うことが大切です。退職の習慣の人が病気になって急に心の力で治そうと思い立ち、いきなり断食を始めてみても効果がすぐに現れないと言って諦めてしまうかもしれません。食物依存から精神力依存に考え方を改めるには時間が必要です。神の癒しの力を呼び起こすには神の助けに対する信念を確立するための心の訓練が必要なのです。この物質宇宙のすべての細胞を作り出し、かつそれらを支えている原子エネルギーはすべて神の全能の力から出ています。ちょうど映画の画面が映写室から投射される光線によって支えられているように、我々は皆永遠の映写室から投射される神の光である宇宙エネルギーによって支えられているのです。その聖なる光を求めてそれを見つけた時、あなたは自分の体の故障したすべての細胞の原子と電子とライフトロン生命エネルギーがその光の持つ無限の力によって作り変えられるのを見るでしょう。その偉大な癒し手と交わりを結びなさい。